ヒラチズガメは、ヌマガメかチズガメ族に分類されるカメ。チズガメ族の模式種。アメリカ合衆国。カナダチズガメ族内では本種のみ、アメリカ合衆国以外にも、自然分布する。最大高長27センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、高長10から16センチメートル。背高は扁平。 C パンにはあまり発達しない筋状の盛り上がりがある。廃坑の色彩は暗黄色や褐色。C パンやあばらパンには黄色や網目状の反紋が入り、円パンには同心円状や渦巻状の反紋が入る。種商名ジョバグラフ化は地図の意で廃坑の反紋が地図の等高線のように見えることに由来する。復興の色彩は黄色や 単光色一色。頭部は中型かやや大型。頭部や四肢の色彩は濃暗黄色や褐色。目後部には三角形の黄色い反紋があり、頭部には不規則に筋模様が入りそのうち数本は目に達する。目を横切るように暗色の帯模様が入る。また、復興の甲板の継ぎ目に沿って暗色反が入る。成長に伴い廃校の反紋は、 不明瞭になり、復興の暗色班は消失する。オスの背後が細長く、中央より後方で最も幅が広い卵型で、メスの背後が中央よりも、やや後方で最も幅広い大円形。またオスは、頭部が小型な傾向がある。以前は、地図が目属内でも頭部が大型化する種に近縁で、原始的な特徴を残した種と考えられていたが、近年は属内で、 最も初期に分岐した種で本種のみで独立したグループを形成すると考えられている。ミトコンドリア DNA の塩基配列の分子系統学的解析では約800万から600億年前に分岐したと推定されている。流れの緩やかな河川や湖に生息し、その周辺にある川跡湖、ため池、湾所にも生息する。規定が岩やつぶてで、 流れが緩やかで水深の深い日光浴場所や水中での隠れがとなる倒木が多い環境を好む。生態は水深の深い場所に小型個体は河川周辺の止水域や水生植物が繁茂した岸辺に生息する。北部個体群は14月に水中に溜まった落ち葉や水底の岩や倒木の隙間などで冬眠する。植生は 動物食傾向の強い雑食で、主に貝類を食べるが、昆虫、甲殻類、魚類、動物の死骸、植物質なども食べる。繁殖形態は乱生。5から7月に1回に9から17個の卵を年に2回に分けて産む。卵は75日で孵化する。孵化した幼体は8から9月に地表に現れるが、地中で越冬し、 翌年の春季に地表に現れる個体もいる。メスは生後12から14年で生成熟するとされる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。ありがとうございます。